トヨタ画像レーシング以下 TGR は2024年8月22日に GR スープラをベースにした新型レーシングカー GR スープラ g t 4エ v 2改良モデルを発表しましたこれに対して SNS などでは様々な反響が寄せられていますスープラは 1978年に初登場したハイパフォーマンスな2ドアスポーツカーで、FR 駆動と高い動力性能で高く評価されてきました。2002年に一度生産が終了しましたが、2019年に BMW との共同開発により復活。通算5代目となる現行型は g r ープラとして発売されています。 この GR スープラをベースに軽量化や走行性能の向上、安全装備を施したレース使用者として、開発されたのが GR スープラ GT4 です。GR スープラ GT4 は2019年3月に発表され、2020年から販売が開始されました。開発と製造は、 欧州のトヨタモータースポーツ有限会社、トヨタモータースポーツゲームベーハーが担当しています。パワーユニットは3リッター直列6気筒ターボエンジンに、ZF 製オートマチックトランスミッションを組み合わせ、最大トルク 660NM を発揮、レギュレーションに応じた可変式の最高出力を持ちます。 2024年7月末時点で累計販売台数は120台に達し、11の国と地域で開催された GT4 シリーズ戦や、国際レースで累計500回以上の表彰台を獲得、アジア、アメリカ、ヨーロッパの3地域でクラス別シリーズチャンピオンを獲得するなど、非常に高い成績を収めています。 レースでの成果をもとに TGR では現場の意見を反映し、これまでにも改良を重ねてきました。今回の新型 GR スープラ GT4 では2025年シーズンに向けて、さらにパフォーマンス、信頼性、操作性を向上させました。タイヤの種類や摩耗状況。 コースコンディションに応じた最適なブレーキングとコーナリングを実現するため、様々なドライバーが日曜のサーキットでテスト走行を繰り返し、ABS のマッピングをきめ細かく再チューニングしました。さらにソフトウェアのアップデートにより、回転数制御を改善し、シフトダウン時間を短縮。 これによりブレーキング時の減速コントロール性が向上し、コーナリング速度も上昇しています。また、エンジン、ブレーキ、ドライブトレーンの冷却性能を強化し、コックピット内の温度を最適化することで、過酷な条件下でもドライバーが快適に操作できるようになり、パフォーマンスを持続させることが可能です。 エクステリアは従来のデザインを踏襲しフロントスポイラーやリアウィングには天然繊維コンポジットを使用して車体の軽量化を図っていますホイールはオズ製の18インチが装着されていますインテリアは OMP 製レーシングバケットシートや FIA 認証の6点式シートベルトロールケージ 消火器を装備しており、レギュレーションに適合しています。走行性能面では、アクラポビッチ製のレース用排気システムとメタル触媒、ドレクラー製レース用 LSD、GKN 製レース用ドライブシャフト、キロワット製レース用調整式アブソーバー、ブレンボ製レーシングブレーキ、ピレリ製レーシングタイヤが装備されています。 価格は20万2000ユーロ約3276万円で2025年1月に開催されるデートな24時間レース閉催のイムサミシュランパイロットチャレンジ第1戦で世界デビューを果たす予定です SNS 上では3300万円その価格なら安く見える開発や製作費を考えると レーシングカーとしてはお手頃かもなど、価格に関するコメントが多く見られました。また、2025年シーズンが楽しみ、といったデビュー後の活躍を期待する声も多く寄せられていました。